皆さんこんにちは。知のタネの認知症予防動画です。今回はイラストが動くアニメーション間違い探しです。静止画と比べてより一層の空間認識能力と集中力、注意力、推測力などを鍛える効果があると言われています。アニメーションが左右に並んで表示されます。3箇所違うところがありますので、どこが違うのかを当ててみてください。問題は全部で6問あります。動画は20秒間を2回再生しますので、よーく見てくださいね。全問正解を目指して挑戦してください。今回は休日の過ごし方というストーリーです。それでは早速始めましょう。1問目です。親子でサイクリングをしている場面ですね。違うところを3箇所探してください。それではもう一度再生しますよ。終了です。答え合わせです。まず1つ目は、男の子と女の子の位置が反対になっていました。2つ目は、パトカーの車が変わっていました。そして3つ目は、休憩をしている女性が水を飲んでいるのではなく、アイスクリームを食べていましたよ。気づきましたか？この家族の休日はサイクリングをして過ごしているようですね。家族みんなで楽しそうですね。それでは次に行きましょう。2問目です。公園で遊んでいる場面ですね。違うところを3箇所探してください。休日の公園は子どもたちも多いです。それではもう一度再生しますよ。終了です。答え合わせです。まず1つ目は、中央のメガネをかけた男の子、車で遊んでいるのではなく駒を回していました。2つ目は、この男の子バスケットではなくサッカーをしていましたよ。そして3つ目は、鬼ごっこで追いかけている女の子の足が速くなっていました。捕まえることができたのかもしれませんね。コロナが収束し公園も賑やかになるといいですね。3問目です。登山の場面です。それでは違うところを3箇所探してください。このカップルの趣味は登山なのでしょうか。
それではもう一度再生します。終了です。答え合わせです。まず一つ目は、中央の女性のリアクションが変わっていました。彼に向かって話をしているようですね。二つ目は、下ってくる女性の歩く速さが遅くなっていました。そして三つ目は、登ってくる男性の表情が変わっていました。歩くのが辛そうですね。頂上に着いた時の爽快さはきっと素晴らしいものでしょうね。4問目です。この男性は本を読んで過ごしています。違うところを3箇所探してください。のんびりとした休日ですね。それではもう一度再生しますよ。終了です。答え合わせです。一つ目は、カレンダーがティッシュに変わっていました。二つ目は、洗濯物のカゴが空っぽになっていました。三つ目は、子猫が2匹に増えていましたよ。ゆっくりまったり過ごす休日もいいですよね。心身ともに充電できる一日になりそうですね。5問目です。親子でクッキングの休日ですね。違うところを3箇所探してください。女の子も楽しそうですよ。それではもう一度再生します。答え合わせです。一つ目は、お母さん、生地をこねているのではなく、ケーキにデコレーションをしていますよ。ケーキを焼いていたのでしょうかね。二つ目は、火にかかっているお鍋が変わっていました。三つ目は、お父さんが買い物してきた荷物が少なくなっていました。この後お父さんも一緒にクッキングをするのでしょうか。素敵な休日ですね。最後の問題です。デートをしているカップルです。違うところを3箇所探してください。素敵な洋服を選んでいますね。それではもう一度再生します。
答え合わせです。1つ目は、後ろが試着室に変わっていました。2つ目は、右から来る女性の表情が変わっていました。気づきましたか？3つ目は、左から来る夫婦、旦那さんがベビーカーを押し、奥さんが荷物を持っていましたよ。逆になっていましたね。それぞれが素敵な休日を過ごしていました。皆さんはどんな休日の過ごし方がお好きでしょうか。以上で問題は終了です。知の種のホームページで脳トレの無料プリントを配布していますので、そちらもチェックしてくださいね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。